明けて名古屋大会2日目、豊登りとジノマレラがセミファイナルで対戦した。45分3本勝負が行われます。試合が開始されました。今夜のリングサイドにはプロゴルファーの中村寅吉、勝俣功、杉本英生の3選手の顔が見えます。さあ力比べです。豊登りは豊登りが勝りました。ジノマレラは320ポンド。コーナーにぶつけられました。首を絞められます。体当たりロープを使いましての2度目、3度目の体当たりです。タイミングのいい体当たり、豊登りピンチ、エビ固めに行きました。ついにワン・ツー・スリーを数えられました。ジノマレラ1勝です。豊登りは255ポンド70ポンド、マレラが勝っております。2本目の開始となりました。1本目はロープワークと体当たりで、マレラが取っております。勝ちに上がりました。大きな投げに行こうという豊登りです。しかし潰れました。マットの背中は少し空いております。豊登りピンチ、また力比べに入りました。抑え込みに行きます。ワン・ツーで高く持ち上げられました。片足取り逆襟、参ったです。まだが参った。1本を返しました。1対1です。3本目の開始となりました。アメリカのコーネル大学卒業のインテリレスラーでありますマレラ、左の足を引きずっております。その痛い左の足を取りました。豊登りの攻撃、次の世界チャンピオンであると噂されておりますジノマレラ、よく戦っております豊登り。リングの下に落とされてしまいました豊登りです。なんとかリングの中に入りたい豊登り。中から攻撃いたしますマレラ。リングの下に落ちました豊登り、なんとか上がりたいところです。必要な中からの攻撃のマレラ、もちろんこれは反則であります。レフェリーも止めるのも不可避に、マレラは攻撃、なかなかレフェリーの言うことを聞きません。ついに奥さんが豊登りの手を挙げました。反則勝ちです。